とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。各武器での理想のエンチャントを教えてくださいということですね。はい、ということで、今日はですね、ある程度装備を限定して、このエンチャントが理想だよっていうのを紹介していきたいと思います。これ、個人的な意見が入りますのでご了承ください。では、行ってみましょう。それでは、まずは攻撃速度の速い武器から行きましょう。攻撃速度の速い武器。剣や斧、あとスタッフとかダガー、刀なんかも入りますよね。ハンマーとかメイス。そういった武器が攻撃速度の速い武器となってます。それの理想エンチャントですけども、まず回復系を入れないといけませんよね。回復は、リフレッシュもしくは輝きですね。これは使い分けをしていいと思います。敵がものすごく強い、難しいクエストになるとリフレッシュの方が絶対いいです。でもそうでもないなっていう場所だったらば輝きでも十分回復はできると思います。まあリフレッシュをつけてると間違いないと思います。その回復系プラス、重力ですね。攻撃速度が速い武器って基本的に、範囲が狭いです。範囲が狭いなので重力をつけてやると、火力エンチャントを入れるよりも火力が上がったりしますので、回復と重力、これは絶対に入れた方がいいと思います。で、残りの2枠、この2枠には、火力を入れていきましょう。おすすめは虚無、クリティカル、雷、追い打ち、もしくはアンチャンティングですね。その中から自分の好きなものを入れるようにするといいと思います。攻撃速度が速いやつはパーセンテージで発動するエンチャント、雷やクリティカルですね、との相性がいいです。まあリフレッシュ、雷、クリティカル、重力、これは間違いないと思いますけども、まあ、虚無とかね、自分の好きなものを入れてもいいと思います。で、虚無と鋭利はどっちがいいかっていう質問も結構来るんだけども、虚無と鋭利だったらば虚無の方が絶対いいです。鋭利は、33%ダメージが上がるんですけども、レベル3でね、レベル3で 33% ダメージ上がりますけども、虚無の方が、上がり幅は上です。うん、まあ、攻撃速度がめちゃくちゃ速い装備で攻撃しても 1.4 倍ぐらいにはなりますので、鋭利を入れるよりも断然虚無を入れた方が効果的です。ということで、速い武器はこんな感じですね。それでは次は攻撃速度の遅い武器となります。まず回復エンチャントが必要ですよね。リフレッシュ、これが間違いないです。吸血でもいいんですけども、速い武器と同じく使い分けですね。難しいところはリフレッシュじゃないとちょっと厳しいですし、簡単なところだったらば吸血でもまあ回復できるかなと思います。そして重力は必要ありません。攻撃速度が遅いタイプは攻撃範囲が基本的に広いです。なので、重力を入れずに火力を3つ持った方が強くなると思います。で、特におすすめなのは虚無ですね。攻撃速度遅いやつには虚無を入れておくとかなり効果が高いので、必須かなと思います。それプラス追い打ち、痛み、ダイナモ、アンチャンティングでシナジーですね。そのどれかを入れるといいと思います。まあ俺のおすすめとしてはダイナモとシナジーですね。その2つがおすすめです。まあ羽でね、使っていくのを前提ですけども、羽で使っていくならばダイナモ、シナジー、虚無、そしてリフレッシュ、この4つが理想だと思います。まあ羽を使わずにベタ足でやっていくっていうならば、シナジー、ダイナモはそんなに、いらないかなと思いますので、痛みとか追い打ち、そういうものを入れていってもいいのではないでしょうか。はい、これが武器速度が遅いタイプですね。
それでは次はソウル系ですね。ソウル系はトゥルースシーカーや不滅のナイフ、あとフロストサイスとか月のダガー、魂のフィスト、そういったものがソウル系になりますね。ソウル系は基本的に補助的な、武器として装備することが多いと思います。補助的に使うのであれば流れ込む魂、そして魂の共鳴の球根で、あとはダイナモとかですね、そういったものを入れておけば間違いないと思います。で、補助的じゃなくって攻撃系で思いっきり使っていきたいっていうのであれば、まあ攻撃速度が速い武器、そことあまり変わりはありませんね。リフレッシュ、虚無、クリティカル、雷、そういった感じです。で、ソウル系には魂の共鳴っていうのがつきますので、まあクリティカルと魂の共鳴2つ入れてダブルクリティカルにするっていうのもいいと思います。はい、まあ基本的には補助的なことが多いと思うんで、まあ流れ込む魂と共鳴、球根とダイナモ、それが間違いないかと思います。ソウル系ですね。それでは次は毒系に行きましょう。毒系は2つしかありません。覆われた怒りとツタの鞭、この2種類ですね。毒ダメージを最大限に発揮して戦うスタイル、これの理想はリフレッシュ、そして虚無、ダイナモ、シナジーもしくは痛みですね。リフレッシュ、虚無、ダイナモ、これは必須です。で、シナジーの方が使い勝手はいいです。簡単に使える。でもダメージをもっと出したいっていうならば痛みをつけた方がいいですね。でも痛みをつけるまでもダメージは必要じゃないかと思いますので、まあシナジーの方が俺は使いやすいかなと思います。まあこんな感じが毒系ですね。それでは次はこれです。レイピアですね。レイピアは他の武器とはちょっと戦い方が違いますので、エンチャントも、ちょっと違う感じになります。絶対に必要なエンチャント2つあります。輝きと重力、この2つは必須ですね。で、それプラス残り2枠を虚無、スタン、弱体化、凍結、その4つのどれかにすると間違いないと思います。まあ俺は虚無とスタン、これが結構使いやすいかなと思います。まあスタンは確率なので、まあ弱体化や凍結を入れて確実にダメージを減らしていくっていう方法もいいかと思います。まあとにかく輝きと重力と虚無、これはまあセットで考えて俺はいいと思います。レイピア系ですね。それでは最後はこれ、釣竿ですね。釣竿武器になります。種類が2つありまして、コンボ系と単発系、この2つがあります。まずこのコンボ系ですけども、剣とか斧、あとダガーとかスタッフ、そのあたりがコンボ系になりまして、単発系はサイスとツルハシ、この2種類ですね。それぞれ理想のエンチャントが違います。まずコンボ系の理想ですけども、リフレッシュで虚無、クリティカル、雷、これが理想かと思います。もしくは、雷、クリティカル、どっちかを抜いて重力を入れてもいいかもしれません。これがコンボ系の理想ですね。で、単発系の理想ですけども、衝撃波と旋風で、リフレッシュと重力、この4つが理想だと思います。まあ、使い方がね、ちょっと違いますけども、この2つ、理想となりますので探してみてください。はい、ということで今日はコメントありがとうございます。理想のエンチャントをざっくりではありますけども紹介していきました。では次は防具とか弓、そこの理想エンチャントも紹介していきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。